話をいただいて、まあ、正直に、びっくりしました。吉田拓郎さん武士というか、それをすごくあのデモン源では感じて、今日歌ってみるまで実際どんな風になるかわからなかったんですけど、自分の中でのイメージと今日実際歌ってみて、それがこう合致してとか一致して、今なおその拓郎さんの意思っていうのがもう最初からこの曲があるかのような感じで、生きてるかのような、そんな曲になったんじゃないかなと。今回のこの曲を歌えるっていうことを、本当に歌手人生の中で、絶対僕の糧になるだろうし、こんなことはこれからも経験できないようなことなので、一生懸命心を込めて詩を大切に歌いたいなと思います。